はい、皆さんこんにちは、八ヶ整体院の八ヶ千恵です。今日は私がお仕事をする前に毎日やっていることについてお話をしてみたいと思います。まずもうずっと長年同じことをやってるんですが、まずサロンに着いたら全部の空気を入れ替えをします。窓を開けて、で扉も全部開けて、でなるべく風通しいい状態にして空気を入れ替えるんですね。で、その後換気扇を回したり、あとは空気がきれいになったところでお香を焚いて、で全く香りがなくなったところに好きな香りを入れて、で空気を整えるっていうのをまずやってます。そしてストレッチと筋トレと、あと簡単なメディテーションをするのが私のルーティーンになっております。ではなんでその流れをするのかというところなんですが、やっぱりセラピスト、整体師、私たちも人間なので、その時にではね、ちょっと天気がいまいちだなとか、そういったところで多少の気持ちのアップダウンもやっぱりあったりするかと思います。あとはプライベートで何かね問題があったりとか、そういったところでも多少ちょっとアップダウンが出てしまう可能性があるんですが、それをできるだけ平坦にどんな時でも同じ、平常心でというかね、同じ状態でクライアント様と接することができるようにということで、いつも同じルーティーンを行うようにしています。それでは今から順番に説明をしてまいります。私が施術の前にいつもやっているストレッチがあるので、ちょっとやってみたいと思います。やっぱり整体師は腕をすごく使うのと、あとは首周りも結構力が入ることが多いので、この辺りをしっかり伸ばしていきます。まず手はこんな形で、この内側ですね、これを結構指までしっかり伸ばしていきます。これを両方ともですね、伸ばして自分で心地がいいなと思うぐらいのところまでぎゅーっと伸ばしていく感じです。でちょっと手ちょっと軽く回して、であとは首ですね。首もね意外と